こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日はチャットワークの過去記事閲覧期限について、会員さんからチャットワークの閲覧期限について質問がありました。現在フリープランですと過去のやり取りが見えない感じでしょうかという質問をいただいてね、これチャットワークのフリープラン、無料で使えるプランの規定が変わりまして、本日10月6日以降はですね、まずグループチャットの数が、ね、7個までだったのが無制限になるんですけど、それはいいんですけど、逆に閲覧できるメッセージの履歴がね、直近40日以内に投稿された最新5000ページ、あ、5000件のメッセージになりますと。だから40日より古いメッセージは無料のプランだと見れなくなっちゃうというのがあります。ただこれ問題はありません。そもそも40日前より古いアドバイスは陳腐化している可能性があります。再確認の意味でも40日より前の解決方法は質問してください。これね、40日より前っていうか、質問検索してね、これでいいのかなというのにね、例えば、購入者への連絡、Amazon への連絡については、前と同じケースだからこれでいいのかなと言った場合でもね、一応聞いてもらった方がいいです。返事の方法が全然変わっている場合があります。で、例えば、ね、購入者からのインボイスの請求に対する対応は以前とは全く違ったものになってます。2回ほど大きく変わってますね。初めの段階だと、まあ連絡したらこうしてくださいと、まあ本当にそれでいいんですかみたいな返事だったんですけど、2番目にはね、これでできるんだっていうような返事に変わって、で、さらに、ね、今も変わってます。ですんで、まあ、前と同じこれでいいんでしょうかと質問してもらった方がいいですし、そもそも、ね、フリープラン、まあ、ほとんどの人はね、チャットワーク、有料プランじゃなくて無料プランで利用してると思いますんで、40日より前の記事は見れなくなりましたんで、まあ、これでいいんでしょうかと、ね、質問してください。あと、あれ前に聞いたんだけど、これどうだったっけなというのもね、別にそれもう一回聞いてもらっても全然構わないんで、お気軽にご質問、ご確認お待ちしてます。そんなわけで今日は、チャットワークの、ね、無料プランの変更になって、まあ、一番大きな違いは40日より前の、ね、記事というかやりとりは見れなくなっちゃったというのがありましたんでね、それについての対応を話しました。Amazon サポーター、堀秀夫でした。